む。決まったようだね。ええ、今のこの現象は行き場をなくしたサラトゥストラに集められた人々の意識、グノーシスたちが引き起こしているものなの。私はアベルと共にその意識たち全てを私の中に集め、この宙域ごと原初の地へと領域シフトさせます。原初の地、ロストエルサレム、かつて地球と呼ばれた惑星よ。地球、私たちの故郷。今の私たちには加速する宇宙の散逸現象、宇宙の本当の崩壊は止められない。でも意識の輝きがもたらす可能性は無限よ。あなたたちが、人々が思いを積み上げていく時さえあれば、もしかしたらその時をあなたが作ってくれるの。ええ、私とアベルと。シオ、この宇宙を崩壊へと導いたのは君じゃない。僕が存在したその時から、この僕のアニマの力が宇宙を崩壊の道へと歩ませてしまったんだ。アニマの力。マリアは宇宙の崩壊を防ぎ、僕を救うためアニマの力を器として分断、封印し、その命を落とした。彼女に封印された僕は力を失い、ただ傍観するだけの存在となった。この力にどういう意味があるのか、何のためにこの力があるのか、ずっとわからなかったんだ。でもようやく理解できた。僕のこの力を使う意味が、君が教えてくれた。ケイオス君、みんな、これからこの宙域は領域シフトする。残念だけど、君たちを逃がす力は僕にはもう残っていない。宙域が崩壊する前に何としても脱出してほしい。脱出って、お前たちはどうすんだよ。全ては流れのままに。また会えるさ、必ずね。ケイオス、お前。ケイオスさん。ねえ、この宇宙はどうなるの。大丈夫。僕たちが消えることで、この宇宙の崩壊の速度が遅くなる。でも、崩壊そのものを止められるわけじゃない。遅くとも数万年後、確実にこの宇宙は崩壊するだろう。いいかい、シオン。全てを救う鍵は、原初の地、ロストエルサレムに眠っている。僕も、グノーシスたちも、全てがそこへと帰る。人類が生き残るため、君たちは、この宇宙でなすべきことをなし、そして、ロストエルサレムを探しに来るんだ。君たちになら、それができると信じている。